カです。シカチャンネルご視聴いただきありがとうございます。我们早是小鹿先生看的视频。 Good morning guys, this is Shika. Welcome back to my channel. 昨日ですね、実は髪の毛を染めて、で自分が思ってるよりもすごく明るくなってしまいまして、もう来月の4月25日でですね、私30になるんです。色で大丈夫なのかなって心配しています。今日はですね、家族を連れて、カゲロマ島に行きます。奄美大島の下にある小さな島で、今からですねフェリーターミナルに向かっております。ではですね、早速始めていきましょう。 Let's get started!Okay, so we are gonna get some food before we go to the ferry terminal. え、先ほどですね、飲み物とかお菓子を買ってきました。これご存知ですか？ピーナッツバター風味のお菓子スナックなんですけど、東京ではですね見たことがなくって、奄美に来てから初めて食べて、すっごい美味しかったです。 Do you know です。はい、ではですね、フェリーターミナルがもうすぐ目の前なので、行ってきます。ですね、乗船しました。船も動いてます。めっちゃ綺麗、ね、さっき乗船した瞬間もうカメラの電池が切れてしまって、今携帯でスマホで撮ってます。ですけれども、今日はお休みです。今日は臨時休業、島タイムですね。島の時間があるみたいでして、ね、ここのなんかおうどんがすごい美味しいって聞いたんですけど、すごい残念。目の前がですね海です。めっちゃ綺麗。旅に行きたいんですけど、島にはですね食堂が3つしかないです。はい、ということで、次のレストランに、食堂に行きます。なんかさっきのスーパーでお弁当買えばよかったんですけど、もう島でですね今日やってるレストランがなくって、で、この島で唯一の売店があります。こちらです。ちょっと中に入ってみます。島カレンダー、すごい。失礼します。あ、すごいね。ちょっとタバコどっか、あと調味料がある。すごい。もう今日カップラーメンです。ハロー、船で会ったね、さっき。覚えてる、おばさんのこと覚えてる？うん、だって。ありがとう。おばさん今日ねお弁当買ってないからね、
もうね、カップラーメン今日は。こんにちは。日本人であればですね、誰でも知ってるかと思いますが、男はつらいよのロケ地でも、この締めは有名でして、ちょうどここにですね、記念碑があります。男はつらいよのロケ地です。もう本当に美しいです。ちょっとね、トラさん、いやー綺麗、本当に美しい。息子が今下で遊んでます。もう本当にお水の透明度がですね高くて、ここではですねサンゴ礁もすごく有名で、いやー日本にね、こんな美しい場所があったなんて。ちょっと今ビーチの方に降りて、なかなか降りられない。もうここね、崖になってるんです。下に降りますね。奄美大島もカゲロウ島もそうなんですけど、春がですねすごく多くて、ちょっと怖いんですけれども、ヘビ苦手なので。わー、すーきれい。わお、どうですかこの透明度。もう本当飲めちゃいそう。すごいきれい。よし、来て来て、あまたが来て、嫌なの。これパッションフルーツですか。パッションフルーツっぽい。ここにもある。食べれるかな。なんか赤だから毒があるのかな。ここにもなんか木の実があります。ひゃー、ここにもある。もう美しすぎます。わかります、この透明度。もうね、サンゴがね見えます。すごい綺麗。最後までご視聴いただきありがとうございます。我们先收看到最后。 Okay guys, thank you for viewing until the end. 今日ですね、拾った果実がありまして、こちらはですね、パッションフルーツかどうかを検証したいと思います。はい、ではカットします。ね、パッションフルーツだと思うんですけど、なんだろうこれ、すごい硬い。何これ、全然カットできない。硬い、なにこれ。So hard。 硬い、なにこれ。ちょっと待ってください。
This moment? ちょっと大きめの包丁に変えます。硬すぎて。はい。これね、パッションフルーツじゃないと思います。なにこれ。ねえ。なにこれ。え、なに。ございませんでした。It's not a passion fruit. 好，这不是百香果。はい、では以上となりますので、また次回の動画でお会いしましょう。我们谢谢收看到最后，让我们在下次节目上再见面吧。Okay, guys, I'll see you at next video. Oh!